どうも皆さんこんにちは。わざわざ今日は平日の午前中ということで出にくいかもしれないのに来てくださった皆さんに心から感謝を申し上げます。またこの企画をしてくださったたくさんの皆さん子供がいたり赤ちゃんがいたり大変な状況だったと思うんですが企画をしてくださって本当にありがとうございます。今言っていただきましたが安保法制に反対するママたちの会の人たちが国会に何度も何度も何度も本当に来てくださいました。でそこでいろんな交流をしてそして事務所に今話してくださいましたが来た時に、仙台に来てもらえませんかって言われてほいさっさと行きますよって言って、今日が実現をいたしました。その意味で声をかけてくださって本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。私は全国で憲法バーとかね憲法カフェと憲法スナックなどもやってるんですがこういう形で話ができることをとても嬉しく思っています。福岡でママの会の人たちと赤ん坊抱いた人たちと一緒に街頭演説をしたり札幌に行った時にママの会の人たちとやっぱり一緒に街頭演説をしたりこの間は東京で憲法カフェというか憲法団地というかですね、文京区の、レストランで、ママの会の皆さんたち と、交流をすることができました。戦争法をやっぱり作動させないためにあるいはこの状況を、ある意味楽しく日常生活の延長線上で一体私たちはこう何が本当にできるのかということなどを共有してまた元気にやっていけたらというふうに思っています。で今日は11時半まで時間をいただいて昼食その後質疑応答でもその後1時からシンポジウムがあって私もシンポジウムに参加をいたします。でもシンポジウムはこの仙台宮城のさまざまな活動をしていらっしゃる人たちがパネリストとして参加をされますので逆に私がその話を聞くのをとても楽しみにしております。どうかよろしくお願いします。このママの会は今まで、4回ですかね弁護士を呼んで、安保法制とか戦争法の勉強会をしてきたということなので今日私が話すことはあら福島さんそんなこと分かってるわよっていう感じかもしれないんですが、国会の中でいろいろ出てきたことをリアルに話をしたいとそれからこの戦争法をめぐってのさまざまな、特別委員会の私はメンバーでしたのでその話それから採決の時それから今現在昨日予算委員会で安倍総理に文字を廃炉に高速増殖の文字を廃炉にからあれは強行採決は採決ではなかったんじゃないかそれから沖縄の声を全然聞いてないじゃないかという、3つ本当は TPP まで来たかったんですが、その話を聞きました。沖縄もし時間があれば、極力話をしたいですが先週実はシェルターシンポジウムで沖縄に行って3日間沖縄におりました。また辺野古に行ってですね山城博さんというリーダーというか大好きな彼がですねちょっと病気だったんですが復帰をしてもう一緒にこうじゃん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 変なことを踊ってたんですけれど、海がちょっと荒れていて前は美ら海号という綺麗な海号に乗って沖縄の辺野古に行って工事やめなさいとかよくやってたんですが、それはできなかったんですがゲート前でいろんな人と交流ができました。ちょっと沖縄の話も後でちょっとしたいですが昨日総理に質問したら女川知事が海面の埋め立ての取り消しの申し立て書を出しているんですがそれを読んでいないんですよね。お読みになりましたかって読んでいないにもかかわらず総理はこの取り消しは違法であると言い放ってるんですよね。本当にひどいと私は安倍政権って DV 政権のようなもんだと思ってですねやだ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 と言ってもですね殴りかかってくるってこれは本当にわからないと。つまり私は DV をすごくやってきた実は弁護士でドメスティックバイオレンス防止法を超党派で作って3回改正をしました。ですから DV ってものすごく骨身に染みてというかですねものすごく分かり一人と戦って一緒に戦ってきたんですが DV ってやっぱり相手の力を奪っていくんですよね。
で孤立化させて、馬鹿にして侮蔑して孤立化させて力を奪って諦めさせる、そして一人ぼっちにする、私はダメだって思わせるのが DV の構造だと思うんですが、差別の構造でもあるんですが、沖縄に対する行為ってまさにそうじゃないかと思っています。沖縄は名護市長選、名護市議選、そして沖縄県知事選挙、衆議院選挙で全て辺野古新基地建設反対の人たちが勝っています。だからノーなんですね。でブルドーザーと重建によって基地を作るのではなく合法的に作られる、でこれ以上基地の負担はやめてくれっていうのが沖縄の声です。 0.5% の面積に 73.8% の基地があると。で普天間基地も、今日沖縄から始まってすいませんが、普天間基地のこれは移設ではありません。新たな軍港を作って、恒久的な基地を作ると、このことに、チュラウに綺麗な海を埋め立てサンゴ礁を潰して恒久的な新たな基地を作ることに沖縄は自民党の人もかつて自民党だった人もいわゆる保守という人たちも経済界のかなり、一部っていうかですね、応援してくれる経済界の人たちもたくさんいるわけですが反対です。でどうしてその声を本当に聞かないのかと、で今は警視庁に頼んで機動隊を大量に導入し、カヌッチャリゾートホテルっていうところにその東京の機動隊員は泊まってですね、一泊いくらですかって聞いたらですね、7800円が出てきたんですよ。カヌッチャリゾートホテルっていうのは明らかにしてないんですが、一泊78000円、7800円、だからそんなに高くはないんですが、その近くのホテルに泊まって東京から来た機動隊が地上戦を生き残った、沖縄は唯一の地上戦経験したところですが、おじいおばあを本当にごぼう抜きにしてやっていくっていうことは本当に許せないというふうに、現場でも本当に思いました。国策とか安保政策って言うけれど、これって戦争第二次大戦中に日本の本土決戦を防ぐっていうために沖縄を捨て石にして、まさに沖縄で地上戦を行うと、足止めを食らわせるというか、沖縄で唯一地上戦を行わさせて本土決戦を本当に食い止める、延期するというかですね、そのためにやっぱり沖縄を捨て石として使った構造と、安保のために沖縄我慢しろと、辺野古の新基地建設は必要なんだって言ってる構図とどこが違うのかと、第二次琉球処分というふうにも沖縄の人たちは言っていますが、やっぱりその、戦っている人たちと連携をして本当に頑張りたいと思っています。私は沖縄の人たちはもう十分戦っていると思います。だって365日24時間お座り込みは400何十日になって、ちょっと不正確ですみません、正確に言えなくて400何十日になってるんですね。80歳超えた人たちが本当に座り込みをしている、沖縄は十分戦っている。戦いが足りないのは国会の方と、それからこの本部の方だと思っています。そういうことも昨日質問して、私がやれることとすれば負けないぐらいの戦いを本当に国会の中でもやるんだっていう、こういう感じです。なんてこう熱い感じで話すと、なんかママたちの会のこうちょっと、優しい感じとちょっとずれるかもしれないんで、ちょっと優しい福島みそに戻ってちょっと話をしますとですね、子どもを守る憲法しろ学習会ということで、ポイントは今日やはりお話をしたいことは戦争法案、安保法です。でその前に秘密保護法が、1913年12月6日に成立をしたということも極めて重要だと思っています。中谷防衛大臣は国会の承認を得るときに秘密保護法の適用があり得ると国会で答弁をしました。情報が本当に出てくるんでしょうか。戦争は嘘と捏造から始まる。劉情報事件、ベトナム戦争のトンキン湾事件、そして、イラク戦争、戦争は大量破壊兵器がある、トンキン湾で北ベトナムからアメリカの艦船が攻撃を受けたとしてアメリカは参戦をします。しかしそれは全くのアメリカの自作自演であったということが国務省報告に書かれ、それを持ち出したエルズバーグさんは起訴をされますけれども、
ニューヨークタイムズで連載が続くと。2回連載した時点でニクソン政権は訴えます、差し止めの。でもアメリカの最高裁は、そこはまだアメリカの面白いところで、我が国の若者が他国で異国で死ぬかもしれないことについての情報は開示される必要があると最高裁が判決を出して差し止めを認めません。アメリカのベトナム戦争の実相を あれだけメディアがあると言われながら実相は明らかにならなかったんですね。ですから報道されて、そして、ウォーターゲート事件、それからそのペンタゴンペーパーズ、ベトナムと世界中の平和運動の成果でベトナム戦争は終わりを告げます。ですから今日は戦争法の話なんですが、メディアも含めて私たちは嘘と捏造から、戦争が始まることを、警戒しなくちゃいけないし、まさに自由と民主主義がある社会であり続けなければ、間違った戦争、間違ってない戦争などないと思いますが、そういうことが起きるということがあると思います。実は固い話よりこういう話の方が面白いかもしれない。ちょっと脱線しますと、デン・ヒデオさんっていう方が、私ちょっと九州出身の、時々イントネーションおかしくなる、デン・ヒデオって言われました。デン・ヒデオ先生さんが参議院の先輩でいらしてですね、彼はニュースコープっていう TBS のキャスターでした。で、彼は北ベトナムを取材して、違うと、言われているのとベトナム戦争は違うと、北ベトナムが勝っているっていう報道をやって、自民党から圧力がかかり、キャスターを辞めざるを得ませんでした。圧力がかかったんですね。で、彼はそれでは皆さんさようならとスタジオで言って辞めます。で、その話を私はいろんな形で、デン・ヒデオさん生きてらっしゃる時に先輩ですから話を聞きました。豊か、メディアが豊かだって言われてる社会で本当のことは報道されなかったんですよね。そういうことを私たちは今から考える必要があるというふうに思います。で、2014年7月1日集団的自衛権の行使を合憲とする閣議決定が出ました。そして戦争法が国会に上呈され、そして9月17日に特別委員会で強行、19日の未明に成立という事態を迎えています。今こそ、子どもたちを、この誰の子どもも殺させない、戦争法案なんていらないっていう、この立場で皆さんたちとしなやかにしたたかにしぶとく、 3S じゃないですけど、元気に愉快に、あるいは楽しく、ありがとうございます、局所的拍手ありがとうございますやっていきたいと本当に思っています。で、戦争法の問題点なんてもう知ってるよっていう感じかもしれないんですが、でもちょっとだけ話をさせてください。やっぱり第一に集団的自衛権の行使を認めていることです。誰が考えても集団的自衛権の行使は違憲です。元最高裁長官、最高裁元判事、裁判官たち、日本弁護士連合会は全会一致で、私も弁護士ですが、弁護士会は自民党支持の人も公明党支持の人ももちろんいます。しかし集団的自衛権の行使は憲法違反だという点では一致をしているんですね。で、憲法学者たち、菅官房長官は合憲という憲法学者もたくさんいるって言われて、名前を挙げろって言われて1,2,3 で3人だったんで1,2,3たくさんと私たちは言ってるんですが、ほとんどの憲法学者が違憲だと、ほとんど全てのって言っていいと思うんですが違憲と言っています。で、実はこれは自民党も何十回何百回と国会の答弁で違憲であると言ってきました。これは安倍総理のパパ、安倍晋太郎さんも、もし集団的自衛権の行使を認めるのであれば、これは憲法を変えなければならないと国会で答弁をしています。2004年に安倍総理は国会で質問をしています。集団的自衛権の行使を日本国憲法下で認められるんじゃないか。これは両と言ったらですね、当時、内閣法制局長官はできませんと、個別的自衛権、自分の国が攻められて反撃するっていうのと集団的自衛権の行使は質的に違うからできませんって言ってるんです。
量的な差異ではありませんと言ってるんです。安倍総理はその時もうちょっと勉強してくれたらよかったのにっていうかですね、でこれをやると。で私はですね、本当は安倍内閣は明文会見でやりたかったんだと思います。だから96条改正をまずぶち上げました。3分の2の発議、国会での憲法改正の発議を過半数とする、これは自民党の日本国憲法改憲案も過半数でいいとしています。過半数ってだってね、法律の成立要件と一緒じゃないですか。発議は過半数でいいと。しかしこれに裏口入学だという批判が出て引っ込めます。本当で、次にだからナチスの手口に移行したわけです。麻生さん言うところの、麻生さん賢いんだか何なのかよく分かってたナチスの手口で行くわけです。ナチスドイツはワイマール憲法は触らなかった。でも全権委任法っていう法律を作って、内閣限りで基本的人権を制限するという法律を作り、そして暴虐を度重ねていくわけです。ですからナチスの手口、憲法には手をつけず憲法違反の法律を作ることで、ここを食い破っていくという方針を取ったわけです。それが去年の閣議決定であり、今回の法案です。集団的自衛権の行使は違憲である、これは去年の7月1日まで自民党は言ってきました。国会で横畑さんって検察官出身で、イラク特捜の時に大森さんの部下でやってるんですよね。だから彼は分かってるはずなのに、本当にひどい安倍人事だと思いますけれども、それはさておき、横畑内閣法制局長に国会で質問しました。7月1日以前に国会で、ごめんなさい、7月1日以前に去年の内閣で、合憲とした政府見解が一見でもあるか、答えはノーです。だからないんですよね。だから私は実はですね、街頭演説でもいろんなところでも自民党支持者の人に継ぐとか言ってですね、自民党の支持者の人に継ぎたいと。今の安倍政権はあなたたちが思っている自民党政権ではありません。自民党政権じゃないんですよね。だからもっと保守の矜持っていうものがあってもいいだろうと、私は思っているんですが、今までの自民党政治とは違うんです。それでですね、このレジュメでいくと、第2戦争法についての2のところをちょっと話をしています。集団で自衛権の行使を認める、存立危機事態を新設した。で武力行使、新三要件なんてデタラメですよね。で参議院に来てから、ホルムズ海峡の機雷除去と、それから米艦に日本人母子の防護については、もう言わなくなりました。ホルムズ海峡のことについては、パイプラインもありますし、アメリカとイランが合意をしたということもあって、もう言えなくなっちゃったんですね。でも例が私は危機的だと思っていて、経済的なことを理由に武力行使をすることができるんであれば何だってできる。資源を求めて第二次世界大戦中南方を侵略したこととどこが一体違うのかという問題があります。で国会の答弁は凄まじいものがもうたくさんで、例えばアメリカに対するサイバー攻撃、インターネットに対するサイバー攻撃も、これは武力行使というふうに認めています。でそれに対する集団的自衛権の行使も日本は認めているんですね。でもサイバー攻撃って兵隊というか武力行使がないんですよ。じゃあどこをどうやって誰をどう武力行使をするのかさっぱりわからないんですが、その経済的理由も含めてサイバー攻撃に対する武力行使も、それはアメリカは武力行使だと認めていて、日本はそれに対する集団的自衛権の行使を認めているんですが、国会の答弁ってどうするのっていう感じであります。で米韓防護もおかしい例で、アメリカは自国民は自国で守れと言っていますし、アメリカの艦船に日本人が乗せられたことは実験もありません。で例は変築林でですね、米韓に乗っている日本人母子、日本人母子は日本の自衛隊が米艦を防護する要件ではないと国会で答弁をしました。だからあれってお涙頂戴っていうか、日本人母子を守る必要があるじゃないですかっていうふうに言うんですが、必要ないんですよね。しかもあれって変なのは、
自衛隊の艦船があるんだったら日本人母子はその自衛隊の艦船に乗って帰ってくればいいわけですが、そんなことをやったらですね、集団的自衛権の行使にならないから、ああいう建築林がありえない、あのなんていうの、ファンタジーを出して説得をしようとした。しかしそれすらもう参議院に来てからは言わなくなりました。でもやっぱり一番の問題点は集団的自衛権の行使を認めていること、他国の領域で武力行使ができるということを認めたということです。日本が攻められてないのに売られてない喧嘩を買って他国の領域で武力行使ができるということがあのポイントです。で2つで自衛隊法や武力攻撃事態法に書き込む、それで政府への白紙委任なんですが、これもまあ立法事実がない。で3の後方支援という名のもとに一体となって戦争をするということがあります。でこれはですね、今日ちょっとびっちりしたレジュメを作ってこなくて、なんかあんまり大量のレジュメを発行するとあれかな、このこうです。何が変わったか、今までは自衛隊を海外に派兵するのに新たな立法が必要でした。ですからテロ特措法、イラク特措法など新たな立法を必要としました。でもそんなのうざい、めんどくさい、国会うるさいっていうわけで、こんな新たな法律はこれから必要ありません。恒久法案を作りました。国際平和支援法と、それから、武力攻撃事態安全確保法です。これは周辺事態法の大改悪で、周辺事態という概念もなくしました。世界中で米軍あるいは多国籍軍を日本は応援できるという仕組みです。で何が変わったか、イラク特措法の時は非戦闘地域にしか自衛隊は行けないというふうになっていました。非戦闘地域とは何ぞや。国会で質問をしたら小泉総理は自衛隊が行くところが非戦闘地域だっていうすごい答えをするんですが、でも非戦闘地域っていう概念はこうです。時間軸と地理的概念があるんですね。大森内閣法制局長官の4要素、地理的概念と時間軸がある。今も戦場ではなくって将来も戦場になる可能性のないところなんです。サマワはそういうところだと言ったわけです。で、だから地理的に遠いし、それから時間軸、将来もなりません。で、今回の国際平和支援法と重要影響事態法はこれを突き崩したかったんですね。大森4要素、大森内閣法制局長官が作った4要素やイラク特措法を崩したかった。で、こうなりました。条文は戦場の隣で後方支援ができます。でも戦場の隣って条文はね、戦場には行かない。集団的自衛権の行使が一応問題なんですよ。でこれ集団的自衛権の行使ではないって言いながら後方支援をする。戦場以外には行けるってなってるんですよ。でも戦場って別にあの線がね、サッカー場みたいに線が引いてあるわけではないですよね。戦場の隣はあっという間に戦場になるんですよ。だけど戦場の隣って、でも誰が戦場の隣ってこう線を引くんでしょうかね。地上戦を経験した沖縄でここが戦場、ここの隣なんていうわけがあるわけがない。だから集団的自衛権の行使も問題だけれど、むしろ私はこの後方、いわゆる後方支援っていうところだと本当に思っています。ガーッと近くまで寄ることができると。それから後方支援、いわゆる後方支援の中身が変わりました。今までは周辺事態法は武器、括弧弾薬を含む、これは提供できないとしてきました。ところが今回武器は提供できないが弾薬は提供できます。弾薬とは何ぞやと、国会で聞いたらですね、消耗品です。でクラスター爆弾も劣化ウラン弾もミサイルも、ミサイル高いですよね、ミサイルも弾薬ですというのが答弁です。私は父は特攻隊の生き残りなんですが、8月15日戦没者慰霊式の前に控え室で中谷さんと隣同士になったんです。偶然で中谷さんといろいろ話してですね、特攻隊は弾薬ですかって聞いたら、中谷さんはしばらく考えていて、人でしょう
って言いましたね。そうだと思います。でも弾薬、要するに消耗品っていうのは全部弾薬としてクラスター爆弾の劣化を、クラスター爆弾って小爆弾、あの親爆弾の小爆弾みたいにバーッと散る、日本はこれクラスター爆弾禁止条約に入った後でちょっと武器輸出のところでちょっと話しますが、あのダメ、日本は禁止条約に入ったんですよね。でもクラスター爆弾も劣化ウラン弾もそしてミサイルも提供できる、これに皆さん税金で提供できるわけですね。だから本当にいろんなことができるようになる。でここの問題点は、私は戦争法案とは何ぞやっていうと、戦争の下請け法、リスクの肩代わり、人員の肩代わり、予算のお金の肩代わりだと思っています。で人員はご存知、アメリカは、米兵の削減をやり、予算の削減持たないからと言っています。誰が肩代わりするのか、それは日本ですよね。だって弾薬って使っても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 なくなるわけだから、それの肩代わりをせよと。ISIL、イスラム国に対する掃討作戦に、これは正式の 公的発表ですが、アメリカは1日12億円お金を使っています。1年間で4000億円、10年間で4兆円。だから日本ってもっと貢ぐんですよね、ずっと貢いでいくって、これ税金で。しかもそのクラスター爆弾、劣化ウラン弾の向こうには市民がいるわけです。私たちは、まあ、私はこのママの会のスローガンが本当にいいと思うのは、誰の子供も殺させない、私たちは被害者にもなりたくない、いや、うちの子もよその子も戦場には出さんっていうのが日本、全日本おばちゃんと、私もおばちゃんとに入ってるんですが、思わずおばちゃんじゃなくマダムとお呼びとは言いたくなりますが、まあ、それは冗談ですが、まあ、あのうちの子もよその子も戦場に渡さん、そして私たちは被害者にもならないけれど加害者にもならない。その弾薬を提供したら、その先には市民がいて子供もいるわけじゃないですか。だから私はこのスローガンは本当に素晴らしいと思っていて、国会の河野池委員長に対する不信任動議でもこのことを話したんですが、まさに弾薬を提供するっていうのはそういうことじゃないですか。あのイラク戦争の実相について国会で質問しました。山本太郎さんもあのファルージャのことを聞いたんですが、2010年に2007年の時のウィキリークスの動画がで、あの内部告発で出てきて、アメリカ その戦闘機 の、動画なんですね、こう見える。そうすると、まあ、それは動画は委員会ではあの見れないので写真にして出しました。死体が転がってる写真は NHK の中継だからやめてほしいって言われて、でも死体が転がっているのが戦争じゃないかと思いましたが、でも、まあ、パネルは出したかったのでそれだけ削除して、他のはあの出して国会で質問をしました。やっぱり戦争は人が人で亡くなる、皆殺しだ、動いてるやつがいるってとか言って、実は武器持ってるじゃないか、でも実はロイターの記者たちで肩から下げていたのはカメラだったんですが、武器持ってるぞバンバン、あ、ちょっとまだ動いてるぞバンバン、だから死体を回収に来た車もスクールバスも撃っている、皆殺しだ、あははみたいな、そういう声が聞こえて、俺にも撃たせろって言って照準を当てて遠くからこう撃ってるわけですね。私はそれやっぱりとてもあの衝撃を受けました。対テロ戦争とは何か、テロリストかどうかなんてわからないから、やっぱり市民への殺戮戦争だというふうに思いました。アフガニスタンであの国境を越え、あの国境え、なんだ、あの石段、国境を越える石段、ちょっと不正確ですね、国境なく石段ってこういうの、あの人たちが十数名殺され、病院が爆破されたことについてオバマ大統領は謝罪をしました。しかしこれは病院で国境なき石段の人たちだったから、あのとてもあの謝罪をせざるを得なかったけれども、アフガニスタンでもイラクでも空爆は行われ、しかも、誤爆が多い、なんか本当かどうか、私はこれあのインターネットで見たんですが、無人偵察機による誤爆はなんか8割とかものすごい高いん
ですよね。もうたまったもんじゃないっていうふうに思いますが、私はだから集団的自衛権の行使でドンパチするのはもちろん論外、憲法違反だけれども、戦場の隣におけるいわゆる後方支援も一体となって戦争することであり、日本の税金で使い戦争に加担したことでまさに人が死ぬんだということなんですね。それはお金と人とリスクの肩代わり、安倍総理はリスクは減ると言ってるんですが、そんなことはないですよ。中谷さんはリスクは増えるって言ってですね、怒られて変えた、まだ変えたりしてしたんですが、軽装備だから大丈夫だ、違いますよ。軽装備のロジスティックこそ、攻撃を受ける。だから第二次世界大戦中は民間船がたくさん攻撃をご存知受けて、たくさんの船員さんが亡くなるわけで、私はその後方支援、いわゆるって言わなくちゃいけません。だって後方支援なんていう言葉は日本だけで、外国は別に後方支援だって戦争なわけですから、ここも本当に問題だと思います。で、武器は運搬ができます。武器は運搬ができる。で、国会で核兵器も運搬できますと答えてるんですね。なんでこんな変築人が答弁するかというと、私は中身をチェックできないし、こんなものを運んだって後で裁判になった時に、いやだって定義はもう何でも運搬できる、武器は運搬できるって言ってますっていうためじゃないかとすら思っています。そして周辺事態法でできなかったことでできることがこういうのもあります。発進する戦闘機に給油と整備ができる。イラク戦争は日本は整備はクウェートでやってたんですよ。ところが今回はまさに戦場の隣で給油をし整備ができる。だからどれだけやっぱり一体となって戦争をするかということです。だからここの、後方支援っていうところもいわゆるって言わなくちゃいけないですが、本当に問題であるということです。で、4月1日この法案がまだ出てくる前に参議院の予算委員会、昨日も実は予算委員会だったんですが、そこで質問をしました。これからたくさんの戦争法案が出てくるって言ったらですね、安倍総理は戦争法案というレッテル貼りは議論を矮小化するもので断固感受できない、きとは言わなかったんですが断固感受できないと言いました。いやだって集団的自衛権の行使で後方支援という名のもとに弾薬を提供できるわけですから、それはもう当時新聞にも報道されていて、だから戦争法案でしょうと言って論争になりました。そしたら最後に参議院の自民党の委員長がこう言いました。先ほどの福島みずほさんの発言に不適切と思われる言辞があったので五国議事録を精査し処置しますって言われたんですね。私って処置されるわけっていう感じなんですがそしたら自民党の理事が事務所にやってきて、鉄弁秘っていう言葉と戦争法案が不適切なので、削除せよ、削除してほしいということがありました。もちろん嫌だと嫌ですって言ったわけですが、私本当気の弱い女じゃなくて本当に良かったって感じで、状態が弱いんですが、ありがとうございます。でもおかしいんですよ。っていうかこの話を今日ここでするのは、いかに政治がおかしくなってるか、いかに自民党がなんか傲慢かましてよかですかっていう DV 状態になってるかっていうことなんです。これがいかにおかしいかっていうとですね、実は戦争法案っていう言葉が3月でに同じその予算委員会で2回質問して、2回とも議事録にアップされてるんです。同じメンバー、同じ委員長、同じ理事ですよ。安倍総理があんなこと言ったから何か言ったんじゃないかなんて私は思いますが、すでに議事録にアップされてるんです。とすると4月1日を境に戦争法案が不適切になったんですかっていうか、で憲法審査会でもすでに参議院でこれは違憲だとか言って議事録にアップされて論議してるんですよ。わーわーもちろん私は言っているわけで、だからなぜ4月1日を境に不適切となるのか。で私は安倍内閣は洗脳内閣だと思っています。不都合な事実を隠し、ひどい現実を覆い隠し、違う綺麗な言葉でごまかしていく。だからメディアと教育をコントロールし、政府批判ができるだけ人の目に触れないようにする。本当のことを言う人たちや、それをできるだけなくしていくという洗脳内閣だと思っています。言葉を真逆に使う人っていうふうに私は名付けているんですが、汚染水はダダ漏れしてるから
コントロール、ダッシュエーションイズアンダーコントロール。私、オリンピックの招致のあれ聞いたとき、ほんまでっかって本当に思ったんですが、ダッシュエーションイズアンダーコントロール。派遣法改悪をして、生涯派遣を可能とするから、女性の活躍法ですよ。女性の使い捨てをするから女性の活躍法です。それから積極的に戦争をするから積極的平和主義。そしてみずほみずほみずほと私の名前を連呼しながらみずほの国を守るって言ってTPP 参加でしょ。だからみずほの国なんか守れないですよ。みずほが言うから間違いないんで、ありがとうございます。で私はそれから一億総活躍も同じだと思う。 TPP 参加で労働法制規制緩和する、消費税は 10% にするけれど法人税下げる、この内閣は間違いなく一握りのためだけの政治をやっていますよ。ありがとうございます。一握りのための政治をやってるから一億総活躍って逆に言うんですよ。後ろめたいから言うっていうかね、ひどい現実を覆い隠すために真逆の言葉を使う。私弁護士の時にたくさん離婚事件やったら、外で愛妻がぶってる男は絶対に愛妻がぶってない。何か後ろめたいことがあるに違いないっていう。なんかやっぱりこう何かを隠すためにこう言ってまして、実は夫が浮気してる日ってどうしてわかるんですかって妻に聞いたら、その日だけ早く帰ってきますって言ったんですよ。それからどうしてその日に浮気をしたって分かるんですか、その日だけケーキを買ってきますって。で相手がどうしてその人と分かるんですかって聞いたら、たくさん親しい人がいるのにその人からだけ年賀状が来ません。面白いね、女の勘って恐ろしい。多分それ当たってるんですよ。てかね、人は何かを隠す、なんかね、一握りのための政治をやってるから一億総活躍って真逆のことを言うんですよ。まあねえだねえとか言って、私はそう思います。でもこれは私はやっぱり言葉ってすごく重要っていうか、ちょっと今日はというかですね、実はね、永遠のファシズムのためにっていう本があって、この本の中にファシズムの14の特色っていうのがあるんです。マチズモ、差別主義、断言主義、あるいは反知性主義。反知性主義ってこの内閣の特徴ですよね。大学の人文系の科目を減らすとかね、深くきちっと物事を考える人が大嫌いっていうかですね。そしてファシズムっていうのはナチスドイツがそのニュースピーク言語、つまりファシズムの教科書はいずれも平易な言葉、平板な言葉なんですよ。違う言葉や深い言葉やそういうことを許さない、まあ、ジョージ・オウェル1984がそうですよね。どんどん言葉を変えていくとか、言葉を使わせないって、ニュースピーク言語、1984、戦争は平和で平和は戦争であるっていう、自由は霊獣であると。だから私はアイシュビッツに行った時にポーランドの労働は人を自由にするって書いてあって、この大量虐殺の場面がなんでこんな標語なのかと真逆だと思いました。で福島県双葉町に行って、まあ、放射線量が高いですから車からもちろん降りれないんですが、有名なスローガンが掲げてあります。原子力、明るい未来のエネルギー。でもその下は本当に荒涼とした風景なんですね。本当にこの真逆の言葉という感じです。で戦争法案について戻るとですね、嫌だとこま言ってですね、というかですね、実は民主党の小西さんも強心的な官僚制度、強心的が引っかかったんですね。でもなんか片山さつきさんって強心的な反原発運動って言わなかったっけなとか思いますが、まあ、それはさておき、まあ、そういう形で、うるさい言葉をやっぱり言葉狩りっていうか野党の言葉を押さえつけるっていうか、で私はですね、何を深刻に思ったかというと、正式にこのことが行われているということです。 NHK のテレビ中継中に不適切って言われてるわけです。同じ、言葉はですね本当に重要で、ホワイトからエクゼプションっていうと、いやプロフェッショナル法案、労働時間規制を撤廃する法案も、これは継続審議になってて、来年の通常国会が、まあ、本当に主戦場というかなるわけですが、私たちはホワイトからエクゼプション、
残業代不払い法案、残業代不払い合法化法案、過労死促進法案、家庭崩壊法案、あるいは子育て妨害法案って言ってて、いやプロフェッショナル法案ですよ。やっぱ言葉の本質、この法案の本質、問題の本質を何と呼ぶかっていうのは国会の中では攻防戦です。かつて盗聴法って言ったら1999年、捜査のための通信防止法といえと言われました。でもその時は削除要求など受けませんでした。私は自民党の理事にエレベーターのところで、福島さん女の子なんだからおとなしくしてなさいと言われ女の子って言われたの何十年ぶりかなと思ったんです。でもそれって陰でちょっとおとなしくしなさいよみたいなことは言われてもですね、公然とは言われなかった。今度はこれが公然と言われてるということなんです。でも歴史修正主義じゃないですか。だって NHK で放映されパソコンでも見られてるのに、なんで議事録を削除する、議事録削除したら議論がつながらないんじゃないですか。しかも自民党の理事は珍妙なことを言って、福島さん戦争法案なんていう法案はありません、でも安保法案っていう法案もないと思うけどと思うんですが、戦争法案っていう法案はありません。ところで戦争に関連する法、戦争につながる法ではいかがでしょうと本当に言ったんですよ。福島さんもこの私はだって戦争法案じゃないですか、戦争につながる法、戦争に関連する法ですよって言ってるから、これでどうですかって言ったんで、でも私はそういう法案もないと思うけどと思ったんですが、まあとにかくトーンダウンをさせたいっていうことなんですね。で結局嫌ですと言い続けてですね、結論から言うと平行線のまま議事録にアップをされました。でも私はこう思いました。もし本当に戦争するようになった時に戦争反対って言ったら不適切って言われるんじゃないか。それは第二次世界大戦中に見事に起きます。まあ有名な斉藤孝雄反軍演説、まあ、インターネットで見れるんですね、まあ、削除されて、でも削除されてない部分がインターネットで見れるんですが、彼は国会で帝国議会で、すみません時々なんか変なところで水を飲んですみませんが帝国議会で質問をします。てか素晴らしい演説ですよね。今中国でたくさん日本の若者が亡くなっている、もうこの戦争はこのたくさんのこの犠牲者を亡くすために撤退すべきではないかということをですね彼は言うわけです。そうそう、それで陸軍から圧力がかかり3分の2削除され、彼はなんと除名処分を受けます。そしたらですね、そこから大政翼賛会に転がっていくというわけです。そういう戦争するようになったらそうなるんじゃないか、国会で戦争するようになった時に戦争反対って言ったらですね、この戦争をお前は間違ってるというのかと、この死をお前は犬死にというのかということが言われるんじゃないかというふうに本当に思いました。そういうことが起きるんじゃないか、戦争反対という言葉を本当に使えなくなるんじゃないかというふうに思っています。それほど事態は悪いし、というかだからこそ私たちは、まあ、戦争をしてはならないと思っています。で戦争という言葉についての論議をちょっと聞いてください。ナポレオンは我輩の辞書に、不可能の文字はないと言ったとまあ言われていますが、安倍総理の辞書に戦争っていう文字はないのかしらっていう感じなんですね。安倍総理はこう言います。戦争は国際法上禁止されているので戦争はしませんと言うんですよ。でもベトナム戦争、イラク戦争、アフガン戦争、戦争っていう言葉を使っています。戦争じゃないですか。でそれもやっぱり変なんですね。国際法上違法でないっていう確証がなんでできるのか。93歳瀬戸内寂聴さんはちょっと目がちょっと痛くなったんです。ちょっとお待ちください。ドロップ思いますが、ちょっとコンタクト洗いますいや痛いのは我慢しないです。はい、ありがとうございます。大変失礼いたしました。ごめんなさいね。ちらっとでも目が痛いとちょっと我慢しないようにしているので、着々とこう洗って大変失礼いたしました。で、
93歳瀬戸内寂聴さんが、衆議院議員会館の前の集まりに総がかり行動に来られてこう言いました。正しい戦争などありません。戦争は人殺しです。だからこれらの法案に反対をしていますと言いました。反対するために93歳車椅子に乗ってきましたとおっしゃったんですね。で、私はその通りだと思います。正しい戦争などありません。で、もう一つ、私はこの内閣というかですね、これからすごく本当に心配しているのはイラク戦争について聞きました。イラク戦争はご存知、ブッシュ大統領もパウエルさんも間違いだったと書き、ブレア首相も間違いだったと、この間間違いだった、アイスルが起きたことも問題だったって CNN で大きく報道されて、ちょっとそれ高藤直子さんやそれから司馬玲さんたちと国会で超党派でもう一回検証委員会を作る運動をもう一回やろうよっていう話をしているんですね。ブレアさんも間違ってたという。で、オランダは国際法違反だと明確に認めました。イラク戦争は大量破壊兵器などなかった。で、実はアイスルっていう人々はフセイン政権の時の官僚たちだとまあ言われているんですね。あそこまでは、だからある種の官僚制度でなければ対応はできない。だからイラク戦争をやってアイスルが生まれ、シリア難民が生まれてるわけですよね。それからイラク難民の話を高藤さんからまた改めて聞きましたが、イラク難民もそれからシリア難民もそこから生まれた。だからイラク戦争をしなければこういう難民は生まれなかったわけです。だけれども安倍総理はそういう認識が本当にあるんでしょうか。イラク戦争についてどう思っているのかということを聞きました。安倍総理はですね、大量破壊兵器があるにもかかわらあないという立証をフセインさんがしなかったことが問題だと言い、当時の判断と今の判断は変わりませんと国会で質問したら答弁をしました。って感じですよね。なんか日本ってやっぱり唯一の国じゃないかっていうかですね、ほとんど多くの国が戦争に参戦した国が、あるいは協力した国が間違いだった、いかに間違いだったか。ブレアさんもそのことを最近もきっぱりとたくさん話しています、 CNN で。ところが安倍総理だけはですね、当時と今の判断が変わらない。私はその発言を聞いてですね、この政権が、これから自民党政権がどんだけ間違った戦争をこれからやっていくのかというふうに思いました。だってイラク戦争が問題だったっていう認識すらなかったらですね、これからどんだけ変な戦争にあんたたちやるのよっていうことなんですね。で、安倍談話を皆さんたちはどう聞かれました、どう読みになられましたでしょうか。急に敬語使うと変だな。どう読みましたかって言おうがいいですね。どう読みましたか。で、私はあれは本当に第二次世界大戦中、女性の人権と尊厳が侵害されたことについてと、なんでこれ受け身になってるわけっていうかですね、それから子孫の子供たちに責任を負わせたくないっていうのも変で、被害者がもういいよって言ってくれるならいいんですよ。でも加害者側がもうこれで終わりにしようっていうのはやっぱりそれは違うよねというふうに思います。それから私が一番やっぱり驚いたのは、事変、侵略、戦争っていう3つの体言止めです。事変、侵略、戦争っていう3つの体言止めなんですね。で、満州事変は侵略戦争だったとか言ってないんですよ。何も言ってない。でも侵略っていう2語は入ってるんです。だからメディアは侵略っていう言葉が入っていますねっていうのでですね、村山談話を踏襲したって言ってるけれども、これって踏襲じゃないですよね。事変、侵略、戦争、私なんか横浜、黄昏、小部屋っていう、ね、歌謡曲なら3つの体験とみたいなイメージはあるけれど、事変、侵略、戦争、これ一体何、あんた侵略戦争どう思ってんのって、こう本当にこう突っ込みたくなる3つの言葉ですよね。私はあれは本当に魂というか政治の意思をわざと見せないというかですね、ものすごくその狡猾な、狡猾なってすいませんが、安倍な
安倍内閣に批判的な人もまあよしよしといい、安倍政権を支える人たちもあこれは良かったというようなこう玉虫色の、非常にその狡猾な文章だと思ってですね、事変、侵略、戦争っていう3つの大変止めにはびっくりしました。そして私は思っているんです、これから日本が戦争するときは事態と言います、てか事態と言うでしょう、戦争っていう言葉が絶対に新聞やテレビで出てこないようにするんですよ。だって戦争っていうとなんか手足がもがれてなんか人が死ぬってなるけれど、これから事態って言うんです。で新聞に重要影響事態から存立事態へ移行って書いてあるんですね。何のことかよくわかんないなと思うと、いわゆる後方支援をしているうちに向こうから攻撃を受けこっちも反撃し、あらま本当の集団的自衛権の行使になっちゃいました。で永谷防衛大臣は、重要影響事態から存立事態へ移行することはもちろん認めています。ですから重要影響事態から存立事態へ移行って新聞になって、なんかよくわかんない、なんか事態なんとか事態ってなんだろうというふうに思ったらですね、それがわかんないじゃないか、なんかイメージが、だからわざとイメージがわからないようにする。そしてでもそれってあらまあもうフルスペックの集団的自衛権の行使になりましたっていうことです。まあ、事態っていう言葉を使って、まあ、宣戦布告もですね自民党改憲案にはありませんから、まあ、そういう形で戦争に行くんだと。今日集団的自衛権の行使とそれから後方支援の話をしましたけれど、何が問題かっていうと、あらゆるところに集団的自衛権の行使に展開する、重要影響事態から後方支援から集団的自衛権の行使に行く、駆けつけで PKO にやって反撃して集団的自衛権の行使に行く、先般検査をやって集団的自衛権の行使に行く、法人救出と言いながら集団的自衛権の行使に行く、いろんなありとあらゆるところで集団的自衛権の行使に展開する危険性があると。だから国民は十分で、この集団的自衛権の行使をするときは審査要件政府が判断しますということになっているわけですから、それは私たちが予想外の時に、あるいはある日突然集団的、まあ、存立事態になりました。存立事態ってなんちゃらこれ、それって本当のドンパチし戦争していることなんですが、ということだというふうに思います。で、ちょっと鉄面皮っていう言葉も削除要求を受けたんですが調べました。戦後50回使われています。ある社会党の国会議員は昭和42年自民党のことを嘘つき、ペテン師、詐欺師、イカサマ師、鉄面皮って10個くらいですね、これが全部集積したのが自民党だと言ってるんですね。だからかつての方がドンパチ自由なんですよ。本当に私今度これ言おうか、自民党は嘘つき、ペテン師、寂しい、イカサマ師、鉄面皮、10個くらいってこれ議事録に載るかどうかをやってみようかとは思いますが、いかにこう強量になってるかですよね。もうちっちゃいちっちゃいちっちゃいってケチな人にケチって言うと怒るように、戦争する時戦争法って言うと怒るみたいな感じでですね、ちっちゃいちっちゃい、でも戦争法案が今年の流行語大賞候補になったのでこれはあとこの法案がまさに廃止になるとグーっていう感じなんですが、まあそういう状況です。でも今日こういう話をしたのは変築林なことっていうか、とんでもないことがやっぱり国会で起きているということです。そしてちょっと戦争法の採決のことから今後何ができるかっていう話をさせてください。ですね、1ページ目の目締めの戦争法、9月17日安保法制特別委員会での採決の手続きは不存在無効っていうところをちょっと聞いてください。7月16日に新横浜のプリンスホテルにおいて地方公聴会が開かれました。そこにもちろん私も出席して参加をしたんですが、今日ここで皆さんたちにちょっと共有していただきたいのは、そのホテルを何千人という人が取り囲んで、そして私たちはその地方公聴会が終わった後ホテルの駐車場から地上に車で出られなかったんです。では出ることができなかったっていうのが正確な日本語ですかね、出ることができませんでした。なぜかたくさんの人が取り囲んで、そして座り込みをやり代員をしたので私たちは出ることができなかったんです。この話をするのはいかにたくさんの人たちが本気で止めると思って頑張ったかっていうことを本当に知ってもらいたいということなんですね。で
この日16日に地方公聴会が終わったら国会で安倍総理に対する締めくくり総括をやって採決するんじゃないかっていう可能性が極めて高かったので、みんなは返させないっていうために取り囲んだんです。で、私はなんか27日までこの車の中にいてもいいもんねと思いましたが、神奈川県警が敵もさるもの、敵じゃないですが、神奈川県警から、出られないので、あの車から降りて、きんとわからないようにバッジ外して駅まで歩いてくださいって言われてですね、みんなで駅まで歩きました。で、その後国会に戻ってきて、理事会から理事会をみんなで取り囲んで、その日はとにかく審議はありませんでした。でも17日なんですね。この日河野池委員長に対する不信任の動議をが出て、賛成討論、私もあの40分間あの討論やって、誰の子供も殺させないっていうこのことをあの一生懸命、まあ、話をしました。で、山本太郎さんが終わった時点で、そして、不信任の動議が残念ながら少数で否決をされて、委員長が佐藤さんから河野池さんに転換した途端にガーッという強行が起きました。再開します、速記を起こしてくださいっていうのもなかったんです。それから課題のいい委員でもない、議員たちが、与党の議員たちがわーっとやってきて、人間鎌倉状態っていうのをもう作ったんですね。そしてチラッとこう見たらですね、ペンライトを当てて、だって真っ暗ですから、人間鎌倉で真っ暗ですから、ペンライトをすでに準備していて、だから練習してたっていう話も聞いたんですが、ペンライトで院長はそのペンライトに照らされて一生懸命あの書面を読んでいるが一切聞こえない。ですからそこにあるように議事録未定公版では発言する者多く議場騒然聴取不能です。その場に総理もいましたが、議場騒然聴取不能、それ以上でいかでもありません。何にも聞こえなかったわけです。そしてだから私たちは質疑権も討論権も評決権も奪われた、何やってるかさっぱりわからないっていうこういう状況でした。そして委員長はこの後、まあ議場騒然聴取不能のままの議事録だったんですが、国会の職員に命じて採決があった、それから付帯決議を行ったって、でも付帯決議って付帯決議の中身はないんですよ。付帯決議を行ったってなって、括弧参照として地方公聴会の議事録が今アップをされています。こんなの捏造でおかしいっていうのを野党で記者会見をやりました。で、これはこうなんですね。中央公聴会、地方公聴会をやった後、審議を求めているのに審議を打ち切って採決をした例は今まで国会で一件もありません。だって中央公聴会、地方公聴会やって公述人の皆さん意見を言ってくださいって言っていて、その後ですね、いや公述人からこういう話がありましたが総理いかがかなんてやらなくちゃいけないのに、中央公聴会、地方公聴会やってその後審議を、求めてるのに1秒も審議をせずに採決をした例は1件もありません。それからもう一つ、地方公聴会は参議院の先例録によっても委員会に報告をしなければなりません。というのは地方公聴会ですから委員の全員が出席しているわけではないんです。そこで行った地方公聴会の口述の記録はこういう形でやりましたと委員会に報告をしなければならないんですが、それをやらなかったんですよ。それすらやらせないで強行したんですよね。だからていうか、この例、地方公聴会の議事録を委員会に報告しなかった例は、国会が長年やってきましたが、一件もないんですよ。憲政史上、一件もない。だから、地方公聴会の議事録、地方公聴会に報告をさせなかったというのは、実は致命的な欠陥であると思います。だから、報告がありませんから、地方公聴会の議事録をアップできないんですよ。だから、困ったなと思ってですね、括弧参照として載ってるわけです。でもこんなふざけたことはないですよね。だって皆さんたちの税金使って参議院議長が呼んで、それでですね正式に地方公聴会やったんですよ。口述人の皆さん来てくださいって言って口述してもらって質疑やってるんですよ。それがなんで括弧参照となってるんでしょうか。こんなのありえないですよ。
地方公聴会って、なんか参考文献なんですかっていう話でですね、私はこれってなんか国家賠償請求訴訟やったら勝つんじゃないかな、勝つ可能性もあるなと思ってるんですけどね、まあ、法律人がやってくれるのは自分たちの法律の権利が奪われたっていうのが一番で、誰が原告になり得るかっていうのはあれなんですが、私はだから今日申し上げたいのは、中身が意見無効である、でも手続きも意見無効で瑕疵があって成立してない、だから私は強行採決が行われたって言ってないんですね。強行された、強行採決されてない、成立してない、なんかだんだんブラジル勝ち組みたいになりますそうじゃないんですが、成立してない、成立してないっていうのはですね、やっぱりどこかで頭に入れて、やっぱりこんなのおかしいよっていうのをぜひ共有していただきたいと思っています。というのは、私は国会にいて盗聴法や年金やいろんな、残念ながらいくつかのといっても10本の指ぐらいですが、10本もないか、まあいくつか強行採決を残念ながら自分の目の前で経験をしてきました。しかしですよ、しかし、しかしにもかかわらず、今回の強行採決はさっき言ったように致命的な欠陥があるわけだから、これを採決と認めちゃダメですよ。地方公聴会と中央公聴会グロスのかっていうかね、参照ってこれ何っていう感じですよ本当に、というぐらいこの内閣が本当にひどいんだということを、ぜひ声を大にして、手続きもおかしいぞ、中身も意見無効だ、私たちは認めないっていうのをですね、やっぱり共有していきたいと思っています。でレジュメの次のページにこれからどうしていくのかっていうのと名分合点などを話して、いきたいと思っています。今言った手続き無効、意見無効ということですね。で裁判は起きるでしょう。でこの裁判は原告になったり応援をする、名古屋高裁判決は、小牧基地から自衛隊が飛び立った時に裁判を提訴し、名古屋高裁判決はこう言いました。イラクで自衛隊は何をしたのか、イラクで自衛隊は、これは情報公開というか国会の中で、連立政権の中で自民党政権でない時に出てきたわけですが、何を運んだか、民間人と自衛隊よりも数多く米兵を運んだ、撃たれないようにアクロバット飛行をしながら爆弾とに米兵を運び続けた、これは憲法9条1項と、仮にイラク特措法が合憲だとしてもイラク特措法に反するという判決が出ました。やっぱり裁判でしっかり議論していくことも必要だと思います。でもまあ裁判は裁判、やっぱり国会や政治や市民運動の場でおかしいぞということも言っていきましょう。で戦争法廃止法案の提出、戦争法を作動させない、私はやっぱり戦争法廃止法案を出したいと思います。来年通知、ありがとうございます。臨時国会開かないのはひどいわけで、週3で1日だけ閉会中の予算委員会ってひどいですよね。でも来年なんか1月5日とか早い段階から臨時国会を開いて、補正予算を組まないから臨時国会開かないんで、まあ、15ヶ月の予算でいくんじゃないかと言われていますが、来年は7月に参議院選挙があるから6月上旬までしか通常国会開けないんですね。だから前倒しして1月の上旬から通常国会開いて、まあ、やっていくという形なんですが、戦争法廃止法案出したいと思います。で一つのポイントは、来年の参議院選挙でこの戦争法に賛成した議員は通さない、戦争法を廃止するって言った議員をとにかく過半数一緒に作りたいんです。で過半数っていうのも大事で、もちろん憲法改正の発議を止めるための3分の1っていうのも大事なんですが、参議院の過半数っていうのがミソなんですね。というのは過半数を占めれば戦争法っていうか、はっきり言うと野党の中にもね、なんか昨日の質問聞いててもなんか全然なんかもう与党よりまたこと違いない、まあ心広く付き合わなくちゃいけませんが、でも戦争法廃止法案を賛成する議員ということ、でこの過半数がミソで、過半数取れれば戦争法廃止法案を出して参議院では可決ができるわけです。もちろん衆議院で可決をすれば成立をするわけですが、それは次の衆議院選挙待たないとダメかもしれないが、ねじれを起こせば
かなり状況は変わるんですよね。参議院で可決をすると、もう一つ過半数の意味は、自衛隊を海外に派兵する時の事前承認、事後承認って過半数で取るわけですよね。これは衆参で対等です。参議院で通らなければいけないし、承認取れないわけですよ。だから作動させないというためにも、過半数っていうのは、とにかく取りたいというふうに思っています。で、戦争法を作動させないということで、戦争法を作動させないというところで、聞いてください。戦争法を作動させない、自衛隊を海外に派兵しない、そして戦死者を出させないということをとにかくやっていきましょう。南沙諸島に自衛隊を出さないって安倍総理は言ったけれども、このこともきっちりまた見ていく必要があります。もう一つ、これは共産党が情報を入手して、私も国会でも質問しましたが、南スーダン PKO 駆けつけ警護の問題点です。4月に南スーダン PKO 駆けつけ警護をすると言っていた。ただこれは7月が選挙だから、7月の前にやるとみんなが、ああ戦争法ってひどかったし、強行採決だ、強行だったなんて思うから、7月より後にやるんじゃないかっていう説もちょっと出てきたんですが、南スーダン PKO で駆けつけ警護をする、でこれはですね、最も危険だと言われています。自衛隊が今言ってるところで、というのは南スーダンは大統領と副大統領派が内戦状態で、そして子どもたちが、まさに子どもが少年兵に仕立て上げられていると。だから日本がこれで駆けつけ警護をして、てか自分たちが攻められてないのに、売られてない喧嘩を買いにわざわざ人のところに防護に行くと、武器使用を自衛隊がすると誰を殺すのか、少年兵たちと戦うのかという話なんです。ちょっと細かいですが、南スーダン PKO の駆けつけ警護は今まで違法だったんですね。池野隊長が、いや駆けつけ警護をやりゃいいんだって言ったんで、私はびっくり仰天して、当時本会議で質問しました。当時の政府の答弁は、駆けつけ警護は違法です、駆けつけ警護はできませんというのが答弁だったんです。それをできるように今度法律でしたわけです。でもこの駆けつけ警護に関しては、相手方が政府または政府に準ずる組織でないということが必要です。相手が政府または政府に準ずる組織だったら、そこで武力行使するとあっという間に、それ集団的自衛権の行使ですから、政府または政府に準ずる組織でないということが要件です。でもなぜ今の時点で南スーダンで相手方が政府または政府に準ずる組織でないなんて、どうしてそんなことがわかるでしょうか。だって時々刻々と変わっていくわけじゃないですか。私は安倍内閣は戦死者を出そうとしてるんじゃないかとすら思っています。戦死者が万が一出ると、むしろこの死を無駄にしないとかですね、どんどんこうエスカレートしていく。日本は10万20万戦死者が出たらやめようっていうふうに撤退するのではなく、この死を無駄にしないと300万まで行ってしまうようなところがある。戦死者を出させてはこれはならないんですね。これはあらゆる意味で、誰の子供も殺させないという意味で戦死者を出させてはならない。で、戦死者が出るとなんか状況が一変をして、けしからんとかね、あるいは私は安倍総理が戦死者がもし万が一出たら日本国憲法のせいにすると思っています。憲法が不十分で、武器使用が不十分で、国防軍じゃなく捕虜の規定がなく、軍法会議もなく不十分で、自衛隊員がかわいそうだって言ってですね、国防軍とすべきだとかですね、ちょっと全然違うと思うけどっていうか、平和のために会見ダメでしょう。だけれども、むしろ戦死者を出して、けしからん、気の毒、かわいそう、日本のために頑張ってこんな若者がっていうのが一挙に名分会見につながるようにするんじゃないかということを恐れています。この話をするのは、そういうことが起きないようにしようということなんです。だから戦争法を作動させない、戦死者を出させない、自衛隊を派兵しない、そのために今からこういろんな可能性を共有しながら作動しないために、本当に世論をあらゆるところで、ママがパパがみんなで、やっぱりそれを訴えるということです。それから武器の海外輸出を止める、防衛予算のチェック、奨学金の問題、経済的徴兵制を止めるということについてちょっとお話をします。
防衛予算は概算要求で5兆円を突破をしました。あの欠陥機オスプレイは1機186億円もします。どんどん値がつり上がってますよね。文科省に聞いているんで私は実現したいんですが、給付型の奨学金は現在ゼロです。186億円1機、これ何機も買うんですが、1機186億円分でどれだけの給付型奨学金を作れるというんでしょうか。防衛予算は膨れ上がりながら骨太方針で、社会保障は自然増1兆5000億円3年で削減すると言っています。1年間で5000億円、去年も概算要求から本予算になるのに5000億円削減をしました。だから、まさに年金の抑制、介護と医療の解約、生活保護の引き下げと生活保護の解約、どんどん社会保障を削減をしていっている。マイナンバーの通知が今出されていますが、あれはですね、監視っていう面もあるし、むしろ中間層と貧困層の社会保障やそれの削減に使われる、あるいは増税に使われると思います。あなたこのお金で大丈夫、生活保護の支給を受けたらというためには使われずに、あんた金持ってるでしょ、もっと払いなさいという形に、これは使われるというふうに思っています。だから戦争法と社会保障はつながっている。大砲よりバターという言葉がありますが、バターより大砲ですよね。そして武器輸出のところでちょっと聞いてください。私は日本はいい国だ、あるいはいい国だったと思います。非核三原則、海外で武力行使をしない、武器輸出三原則があったわけです。武器輸出三原則を180度変えたのが安倍内閣です。10月1日から、防衛省の外局で整備庁というのが発足をしました。これはまさに武器の研究開発輸出をやるところで、防衛省の外局が発足をしました。で、日本製の武器が買えた、これはママたちの会なんで、ちょっと僕は話をさせてください。私はこの、武器輸出三原則をすごくリアルに思うようになったのは、クラスター爆弾の禁止条約を、市民の人たちがやってて、それを国会で一生懸命質問して取り組んでいた時からなんですね。すごくリアルに思うようになりました。それはこうなんですね。地雷、市民や、それから戦争が終わっても市民や子どもたち、遊んでる子どもたちを殺す地雷の禁止っていうのをやった。でもクラスター爆弾も結局、地雷のように散らばって小爆弾が人々を傷つける、戦争が終わっても市民や遊んでる子どもを傷つける。だからクラスター爆弾禁止条約を作ろうというのが大きな課題だったわけです。当時自衛隊はクラスター爆弾を持っておりました。でそのうちの国産品がなんと 75% だったんです。で、私はなんとなく日本って平和な国と思っていたんで、クラスター爆弾 75% が国産品なの、ちょっと不正確ですが200億円ぐらいというか、ちょっと2桁の数字なんですが、クラスター爆弾を購入していたんです、自衛隊が。でもね、専守防衛なのに一体どこで使うんですかって言ったら、いや敵が攻めてきたら海岸に巻くとか言って危ないんじゃないって思ったんですが、クラスター爆弾の 75% が国産品でした。石川島、播磨を含めたくさんの軍需産業5社ぐらいだったんですが、そういうところで、クラスター爆弾を自衛隊は購入をしていました。でもそのクラスター爆弾禁止条約が批准をされて、自衛隊は今度また税金お金を使ってこのクラスター爆弾を全部爆破をしました。だから今クラスター爆弾を自衛隊は持っているのはゼロです。でもここで言いたいのは、この国産品のクラスター爆弾、もしその時点で武器輸出してはいけないという武器輸出三原則がなかったら、日本製の武器が世界を席巻をしている、世界中に武器が売られているということなんです。ただ日本が仮に条約に入って批准をしても、世界中に売られた武器はまさに世界中の子どもたちを殺してるじゃないかということです。だから私たちは日本製の武器が世界中の子どもたちを殺すことを私たちが望むのかと
ということです。ここが本当に問われている。日本製のコンパクトで性能が良くって環境に優しくて人間に残酷な武器が世界中で売られる。でアメリカはそうですが、軍産複合体制、そして軍需産業に極めて依存してしまうと、まあ、戦争中毒なんて人もいますが、世界中で紛争や戦争があることを望むようになる。で原発がそうですが、原発と武器を売って金儲け、原発ってもうやめようよ、だってモンジュは廃炉ですよ。今1年間で200億円使ってですよ。5400万使ってナトリウムを冷却することだけやって1ワットも使ってないんですから。そして同年と、それから今の原子力機構に対して、まあ、もう一度だけやってるわけではありませんが、6兆円ほどお金を使ってるんですね。ちょっと不正確で昨日質問でそれをやったんですが、どんだけ1兆円近く運転と建設費だけで人件費除いて1兆円ほどモンジュにお金を使っています。このガラクタはどうするのかと。だからあの風の谷のナウシカと天空の空レプタの巨神兵のようなもんで、原発もモンジュも、まあ、あの厳密あのモンジュは抗議の原発ですが動かしちゃいけないんですよ。でもなかなかこうねやめられないとか、これってなんかあれよね、なんか裸の王様の洋服屋さんみたいなもんで、やってます、作ってます、やってます、文書なんてやってますって言ってるけど何もやれないわけですよね。まあ、私が何が言いたかったかというと、原発も原発に依存する社会なんてやめようと思っても、一旦それに依存する社会を作ると、原発で大体1兆円産業、原子炉がね、だからできるだけ動かしたい、もったいないもったいない、動かすぞというふうになってしまう。てかそれを動かしたりする、売ることで保たれる経済構造を作っちゃうと、それを転換することが困難であると。だから私は今が本当に日本にとってもう岐路であってですね、軍需産業にものすごく依存する社会を日本は本当に作ってはならないということです。日本の大企業は軍需産業って言われるのをとても嫌ってきました。嫌いっていうかね、イメージが悪いから。だからしかも武器輸出三原則があるから、海外で兵器店とかやらなかったんですよ。ところがあの今度戦争法が成立して、海外で兵器店を平気でやるようになりました。なんで親父ゲットってもしょうがないですが、この兵器店で日本がやる。でこの戦争法が成立した時に経団連が大歓迎のコメントを出します。だから経済的なことっていうのもとても大きいし、ぜひママたちに、今日はママ、パパ、あるいはシングル、まあ、いろんな人いらっしゃるでしょうが、誰の子供も殺させないって言った時に武器輸出っていうこともとっても大きいっていうことを共有して一緒に頑張りたいというふうに思います。で奨学金の問題、経済的徴兵制なんですが、経済的徴兵制あるいは貧困徴兵制について話を聞いてくださいとですね、誰が戦場に送られるのか、大金持ちの子どもも国会議員の子どもも戦場へ行かないでしょう。イラク戦争に行ったアメリカの国会議員の子どもは一人しかいないとマイケル・ムーア監督の映画で出てきます。そして奨学金、今大学生の半分が奨学金をもらっています。高校生ももらっています。300万500万800万借金があるという大学生にたくさん出会ってきました。だからあれなんですよ、ちょっとなんかね、まあいいやいや、あまり余談というと時間なので、まあそのいかに借金が大変か。それでですね、前原さんっていう同友会のメンバーが、あの審議会、国の審議会でこう言います。奨学金を返せない若者は1年か2年自衛隊でインターンしたらどうかというわけですよ。そして今ダイレクトメールでたくさんいろんな人たちにあの勧誘が言っています。これはもうずっと言っています。で7月1日去年閣議決定があって、私は島根県であるお母さんからこれをもらって国会で質問しました。ダイレクトメール、お嬢さんに対、18歳の娘に対する、国会の指定というか7月1日安倍総理の記者会見聞いて、こんなこと言ってるよと思って自宅のポストを開けたら、18歳の自分の娘に対して保護者様、誰々様、順番は
誰々様保護者様だったかもしれないんですが、というダイレクトメールで自衛隊員の勧誘が来ている。特別国家公務員になります、賞与があります、有給があります、制服も貸与します、資格が取れます、看護師さんにもなれます、きっと見つかるあなたの未来にかっていう感じでですね、女性自衛官の素晴らしいカラーの、パンフレットなんです。18歳でなんか成績パッとしないな、就職もうまくいかないなと思っているとですね、やっぱりそれに心が動かされるんじゃないかと思いました。奨学金もらいたい、返したい、資格を取りたい、あるいは看護師さんになりたい、人の役に立ちたいという子どもたちがやっぱり生かされるのではないかというふうに思います。それで世の中で企業はというかですね、人は勝手に住民票を見ることはできません。正当な理由がなければ他人の住民票は見れないわけです。ところが唯一見れるところがある、防衛省自衛隊です。これは間違いですがやっています。というのは自衛隊、地方自治法の中に地方自治体は資料を提供することができるという地方自治法だったと思うんですが、協力することができるという条文と資料を提供することができるという条文があって、これごめんなさい、正確には地方自治法じゃなかったかもしれない、ちょっと不正確ですいませんが、資料を提供することができるという条文にのっとって住民票を提供してるんです。でも資料ってこれは、ね、住民票はダメでしょっていうのが私の見解というかですね、見解ですが、国会でこれを質問したり交渉してもまだ違法だとは残念ながら答弁はされていません。勝手に見てるって、私沖縄に行った時読谷村が見させてないというような話を聞いたんですが、ほぼ全ての自治体がこれは見せていると、積極的に、てか閲覧をして、自治体によって違う、閲覧して写しているところもあると。ただ東京新聞、中日新聞のによると 75% の自治体が積極的に見せている。どういうことかというと、18歳とか15歳っていうデータを提供しているということです。だからダイレクトメールで唯一自衛隊だけ住民票をもとにやってるわけです。でどれだけ出しているかって、私今日ちょっとニュースレターを配ってるので、配ってるというか配ってないかもしれませんが、まあ、入り口で配ってるので、もし関心があれば議事録をぜひママのたちのもちょっと載っていますが、ちょっと早口、母までの早口でちょっとスピードアップします。どれだけの子どもたちに送ってるかっていうのは答弁しないし教えてくれなかったんですが、大体予算から言うと18歳の子どもの 20% にこのダイレクトメールを送ってるんではないかっていう試算をしました。で今報道によると2割自衛隊の入る人が減っているということもあって、一生懸命この関与をしていると。で、滋賀県から連絡があり、滋賀県高島市で中学校のトイレットペーパーに自衛隊の勧誘が載っていたんですね。トイレットペーパーですよ。じっと手を見る石川啄木じゃないけど、トイレに、中学校のトイレに行くと自衛隊の勧誘のトイレットペーパー、防衛省に聞きました、すでに撤去しました、他にはこのような例はありません。このトイレットペーパーは自衛隊が各学校といろんな交流があってお付き合いがあるので手荷物として持っていった、トイレットペーパーであるということなんです。でも自衛隊勧誘のトイレットペーパーレアもんかもしれないんですが、でも中学生まで来ていると。で私秋田県に行った時にやっぱり会場からこういう意見が出ました。母子家庭の子どもたちに、その高校で自衛隊に入ったら勉強もできるしお金も出ると、ぜひどうかっていうので母子家庭の子どもたちに勧誘が特別に入っているということです。でもその子は、まあ、高校に行ったって聞きましたけれど、横須賀に例えば高校があって、まあ、給料ももらえるし高校も行けるしってなったら、お金がなくて高校に行きたいって思ったらやっぱり行く子たちが出てくるって、私は、ね、やっぱり問題だと思うのは、そのこれまた秋田県の例をちょっとちゃんとフォローアップして調査をしたいと思いますが、母子家庭の子どもがそういう関与を受けているということなんです。だからやっぱり経済的徴兵制、それから貧困徴兵制、アメリカは例えばイラク戦争に行った、ちょっとすみません5分ほどちょっとオーバーで、まあ、もうちょっとで終わります。
すみません、半になりました。アメリカはイラク戦争に行った米兵に対して一部ですが奨学金の免除の制度を持っているわけですよね。そうすると奨学金だってみんな300万チャーにしてくれるって言ったら、500万チャーにしてくれるって言ったら、まあね、大変だけど行こうかってやっぱり若者は思うんじゃないか。だからまさに、貧困と戦争がつながっている。でも逆に言うと戦争すると貧困になるし、まさにこれ循環していくんですけどね。でも戦争法と社会保障がつながっている、戦争法とまた雇用がつながっている、貧困がつながっている、まさに子どもたちの問題がつながっている。子どもたちみんながターゲットだけれど弱い部分がとりわけ狙われるとかですね、そういうことを一緒に共有して、だからこそ雇用をちゃんとしなくちゃいけないし、奨学金もちゃんとしなくちゃいけないし、だから戦争法を作動しちゃいけないし、それから地方自治体のこんな協力はやめさせるべきだというふうに思っています。あと明文会見について一言、もし質問があったらここは話しますね。安倍総理は昨日、安倍総理は緊急事態宣言条項について意欲を示しました。自民党改憲案にはそれもあるんですね。で、私もうすでに自民党改憲案が発表されています。私はこれは憲法じゃないと思っています。なぜか憲法は権力者を縛るものなのに、この憲法は国民を縛るものであると。国民は常に公益及び公の秩序に従わなければならない、で国民への義務がたくさんある。そして憲法尊重擁護義務っていうのは現在は天皇、摂政、国務大臣、国会議員、裁判官、その他の公務員となっているんですが、自民党改憲案は1項目に国民はこの憲法を尊重し擁護する義務があるとなっているから、国民を縛る憲法、国民説教たれたれ憲法なんですよね。これは憲法じゃないよと。自民党憲法改憲案 Q&A の中に驚くべき記述があって、私たちは天賦人権論の立場に立ちませんっていうのに私は本当に驚きました。だから人は生まれながらにして自由平等であるっていうのにあなたたちは立たないんですか。フランス人権宣言やアメリカ独立宣言やアメリカ憲法の価値観に立たないんですかっていうことなんですが、やっぱりそうなんでしょう。基本的人権は常に公益および公の秩序によって制限ができるわけですから、基本的人権なんていくらでも制限できるという中身です。だからこういう憲法が出てきてはいけないと。でも憲法9条からいけると思ったら9条からいくでしょうが、環境権、昨日の段階では緊急事態宣言ですよね。これダメです。緊急事態になると内閣限りで何でもできる、基本的人権を制限できる、戒厳令になってしまうわけです。しかも期間がめちゃくちゃ長いんですよね。こんなことやったらナチスドイツの国家受刑法ですよ。参議院の憲法審査会でこの国家緊急事態宣言について議論をしました。緊急事態宣言を憲法に入れるべきだ、いや入れるべきではないっていう一人、合計2人の憲法学者の意見を聞きました。憲法に緊急事態宣言を入れるべきだという集団的自衛権の行使を認める3人のうちの1人の憲法学者ね、非常に貴重な憲法学者ですが、この人も東日本大震災はこの緊急事態条項がなかったから困ったことはなかったと言ったんですよ。その通りですよ。だって東日本大震災、宮城も大変な、仙台市も大変な状況でしたが、緊急事態宣言がなかったから困ったんではないんです。原発震災もあれば原発だから困ったわけで、緊急事態宣言が憲法に書かれてないから困ったんではないんです。でもね、日本って災害も多いし大災害も起きるかもしれないし、緊急事態宣言がないと困るよねなんてなると、これ戒厳令ですからね、何が起きるか本当に分からないですよ。それからこれを突破口に緊急事態宣言の次は憲法9条が来ると思っています。だから私たちは戦争法を止めようというのもそうです。作動させない戦争法廃止法案を出そうと同時に、自民党改憲案にの、そして非常事態宣言は危険だということもですね、今から本当に広げていかなくちゃいけないと思います。アベノミクスで安倍内閣は新三本の矢でこれからやられるでしょう。
電話料金ちびっと安くするとかですね、まあ、都合のいいこと、軽減税率、阿部ちゃんちょっとちびっとかやってですね、でも 10% に消費税するんでしょって、とんでもないことやりながら、たくさん子供を産んでください、国会の貢献とか、ふざけた国家主義を言いながら、わけのあの景気景気と言いながら、でも来年7月に参議院選挙が終わったら、安倍総理はこう言うでしょう。もしも万が一勝ったらですよ、国民の皆さんの審判を得ました、憲法改正の発議をします、絶対言うんですよ。こういうことを起こさせないために、今日からママたちパパたちシングルみんなすべてしぶとくしなやかに愉快にチャーミングに広げていく運動をですね、本当にやっていきたいと思っています。まあ、あの短期とね、長期、短期中期長期っていうこともやらな、ね、長期的にはあのまた種をまくことも必要だし、来年7月まで、まあ、本当にしぶとくしなやかに励まし合って、私たち一人一人の言葉と思いと行動が政治を変えるっていうことを、本当にその通りで、民主主義ってなんだこれだ、民主主義ってなんだこれだ、民主主義は国会のあの中にだけあるのではなく、ここにある、そして私とあなたの会話の中にある、あなたが子供に語る言葉の中に民主主義があると本当に思います。ありがとうございますありがとうございます。というわけでですね、時間をちょっと5分オーバーしましたが、来年の参議院選挙で私もちょっと最後に10秒間コマーシャル、全国比例区で福島みそと書いてもらう選挙を戦います。憲法は変えられるかもしれないで、安倍総理の天敵としてですね、残って戦い続けたい、でも人数を増やしたい、一つやっぱり過半数戦争法反対で、まあ、もう一つ言うと憲法改正の発議を止める3分の1なんですが、やっぱり過半数取るという、参議院で頑張りたい、仲間を増やしたい、超党派でも頑張ってやっていきます。どうか子どもを守る憲法資料学習会、これからもまたチャーミングに、なんかね、ママたちが言うと人が聞くみたいなところもあるので、なんかあの、しなやかにチャーミングに素敵にでも初々しく、また私も初々しく頑張っていきたいというふうに思います。ありがとうございます。